声優ボイスマガジンビデオシリーズ It's seiyuu。 眠れぬ森の美女姉妹、バースデーパーティーは大成功の巻、始まり始まり。ここは都内の高級住宅地のおしゃれな大正風西洋館。その館にそれはそれは美しくて気立ての良い双子の姉妹が住んでいました。姉の名をのりこベティ、妹の名をゆうこクリスといい、今日は2人のバースデーパーティーの日。友人の声優さんがたくさんお祝いに訪れることになりました。さてどんな一日になるのか、ちょっと覗いてみましょう。クリス、目覚まし時計セットしてなかったの？ベティ、また寝坊しちゃったね。もう今日は私の誕生日なんだから、美味しいお料理を作って盛大なパーティー開くんだから。お姉ちゃんのバース？うん、寝る。何言ってんの、私たちは双子の姉妹なのよ。双子？似てる似てる似てる、そっくり。あ、じゃあお姉ちゃんのバースデーということはだ。そう、あなたの誕生日でもあるわけ。じゃあお料理手伝うわけ？そういうわけわけわけ。すごいお庭で、ね、いらっしゃい。こんにちは。クリスでいいんだっけ？あんまり似てるからどっちがどっちだかわかんないね。ベティ。どうも、今日はこんな素敵なパーティーにお招きいただきまして、どうも光栄です。ありがとうございます。ちゃんと2人で買ってきたんですよ、いろいろ。そう、おめでとう。じゃあどっちがいい？一緒に。じゃあ黄色い方がいい。黄色い方、はい。じゃあおめでとうクリス。おめでとうベティ。ありがとうミキちゃん。あ、どういたしまして。これ2人で買った貯金箱なんです。貯金箱？まあね、貯金箱結構おしゃれなんですよ。ね、最近貯金箱ってあんまりもらわないでしょ。はい、渡していいですか？お願いします。ハッピーバースデートゥークリス。ありがとう。ハッピーバースデートゥーベリー。ベリーベリー、座って座るね。 ありがとう。はい、ゆっくりしていきます。すごいごちそうもたくさんで、誰が作ったの？私たち。本当に？うまいもんですね。お姉ちゃん作ったの？一緒に作ったじゃない。まあいいか。何飲む何飲む？え、いいの始めちゃって、まだ来るんでしょ？いいのいいの、どんどんやっていこう。じゃあね、これこれこれがいい。いきなり過激なものを選んだねえ、さすがみきちゃん。お姉ちゃん、これアク？これね、アップル、アップル、ペリエ、コーラ。ちょっと気が変わったみきちゃん。やっぱり今演奏だったよね。いいリンゴで。みきちゃん最近どんなお仕事してんの？最近ね、なんかプリンセスミネルバっていうものすごくね、また戦うと強い女の子をやってね、ビデオなんだけどね、それが井上きっこちゃんとか松本梨香ちゃんとか、もうすっごく元気な人たちがいっぱいのね。本当だね。女の子がね7人くらい出るのね。すっごい楽しいの。へえ。でもその中で一番賑やかなのがみきちゃんなんじゃない？それは言えるかもしれない。松本梨香ちゃん、でもみきちゃんもいい勝負してんじゃない？そんなことないよね、みどりかわくん。でもそういう仕事は発散できていいですよね。そう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 、ね、みどりかわくんは割とクールな2枚目とか。いや、そうですね、基本的にはね。でも、もういいんですか？
いいの そうそう。緑川くんは最近は？最近は結構アニメ三昧で。アニメ三昧、どんな役？不思議遊戯っていう役で、玉褒め。不思議遊戯の玉褒め。クールじゃない。知ってるわ。鬼宿って感じでしょ？そうですそうですそうです。はい。それからですね、新機動戦記ガンダムウィングっていう役で、ガンダムの一番新しい作品で主役のヒーロユイという役。あれ、ちょっと待って。すごい。ガンダムってロボットもの？そうです。よかったよ、おめでとう。念願のロボットになりました。何何、緑川くんね、あの声優になるのに夢があって、一度でいいからロボットモンの主役やりたいって、それが目標だったよ。おめでとう、よかった。乾杯しよっか。ありがとうございます。じゃあロボットモンの主役、おめでとう。あとはやっぱりお誕生日、まだ飲むなよ。あ、僕その前に飲んじゃいました、すいません。お誕生日だよね。いくつになったの？私たち23。おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。なんだ、ずっとなんか年上の方かと思ってた。失礼しました。ごめんなさい。こんにちは。失礼しました。明るいな、相変わらず。ハッピーブースデー。ケーキ持ってきました。うわー、ブースデー。私たちの人と全然違う。さすが大丈夫だよ。やられたな。じゅんちゃんってなんかすごい外国人みたいね。よくチャイニーズ系アメリカンって言われてる。私たちもね、ベティとクリスっていう。よろしくね。はい、クリス。はい、ベリー。私もね、フランシスっていうの。はい、フランシス。はい、マイケル。マイケル。怪しい外人パーティーになってしまいましたけど。ケーキ屋さんってまだバイトしてるんだ。そう、あのね、実はうちの職人さんがね、サンフランシスコから来て、で特製のなんかケーキの作り方があるんだ。で今日はお二人のあの誕生日だってこと覚えていたら、ちゃんと I remember。 うわー、よっせーき。でもさ、バイトもいいけどさ、本業の方はちゃんとやってる？バッチリバッチリ。そう、最近どんなにやってんの？なんか最近メディアが広がっちゃってね、もともと俺書き物が好きで、でなんかエッセイも書きませんかって話が来て。エッセイ行きますか？そう、で連載をしたりとか。へー。どちらで？え？どちらで？こう雑誌が、声優グランプリって雑誌。声優グランプリ。今タイトル知らないのかな。タイトル言っちゃいけないのかなとか思っちゃったんだけど。じゃあ、じゅんちゃんも乾杯しよう。あ、オッケー。はい、どうも、乾杯。乾杯。ね、アニメは？あ、アニメーションはね、ママレードボーイっていう。ね、今夢やってるんでしょう。いやいや、あの実直な、すごくまっすぐな男の子の役っていうか、結構多いんですよ。自分らしい役ってどんなの？自分らしい役、結構ね、やってるのはこう思春期真っただ中っていう役が多いのね。14、15、16、17ぐらいのね。じゅんちゃんの声ってすごくなんていうの？ヤングだもんね。そうね。爽やかだもの。いや、だからね、そのキャラクター研究する時も、実際にその中学生とか高校生とかってよくこう、たくさんいそうなところに出かけてってこう研究したりとかするけど。ねえねえ、役柄は実直の役が多いけど、金丸純一くんとしてはどうなわけ？来ましたね。聞きたいよね。プライベートに迫るってやつですね。自分で言うのもなんだか、すごく寂しがり屋かもしれない。で、落ち込みやすいけど、でもあの人はえーって泣いちゃうと、もう次はもう泣くの？大きな声で泣くの？泣くよ俺。そんな大きな体。でもでもきっとね、あの女の子よりもきっと男の子の方がもしかしたら泣き虫かもしれないっていうか。でもほら、人に見せないけど、人に見せないけど、きっとあのこう枕に顔してとかって泣いたりとかして。本当？シチュエーションはなんか女の子だったら中島みゆき流すとか、なんかこう形から入ったりするじゃない。でもね、すげえ面白いのがあって、あのね、こう洋画とか見ていて、で泣けるようなシーンがあると、そうすると、あ、泣くってこういう顔なんだって自分でこう鏡見ちゃう、こうやって。それはもう役者の勉強に入ってるよね。でもなんかそれでもう解放しちゃうっていうか。泣く？泣くことある？最近泣いたのはニューシネマパラダイス見たら、あんな感じで、おやつが、あれはすごい、あれぐらい。だからそういうふうには泣かないな。ミキちゃんはいつも笑ってそうだもんね。私すぐ泣く。どんなことで？ちょっとしたことで。
だから僕思うんだけどさ、あのいつも明るい人ってのはきっとそういう解放が上手だから、だからすごくその切り返しがうまいんじゃないかって思うんだ。あのね、全然悲しいとかじゃなくって、こんなところで涙を出すはずがないっていうようなところでも涙が出てきちゃうのね、うん、で涙が出てきちゃうともう声が泣きの声に入って、うん、そっからいいね。ついさっき笑いが聞けなかったみーちゃん。なんか笑いすぎてもうお化粧ダー流れちゃって。ついさっきってさっきみきちゃんに会ったの？さてと、来ましたね。話題は泣きでしたかね。何？ボイスマガジンビデオがお送りする特別講座の始まり始まり、八尾和樹のワンポイントレッスン。そうですね、皆さんにアドバイスができることないんですよね、私の場合。ただ一つ、言えるとすれば、もしこの声優ないし、役者俳優ですね、そういうものを目指すときにですね、心がけてほしいこと、恥ずかしいと思わないこと、ね、とにかく自分が恥ずかしいと思うとですね、見てる人は自分の100倍、いや1000倍、もう何万倍と恥ずかしくなってしまいます。ですから恥を捨てること、私の場合はちょっと恥を捨てすぎだぞと言われる時がありますが、それはいいんです。私は私で生きておりますから。ですから皆さんはですね、恥ずかしいと思わないことね。うちの中で仕事をすることはまずありませんから、役者の場合恥はうちに捨ててきてください。仕事場では絶対に恥ずかしがらないこと、これを覚えておいてください。声優になりたいあなた、あなたに必要なのは強靭な精神力です。ですね、業界に入りますと、まずオーディションという辛い関門がございまして、これはどの人もそうですけれど、端からガンガン落ちていきます。しかしそれにもめげずね、別にオーディションに落ちたからって私が悪いわけじゃない、ただ役に合わなかっただけなんだと思える精神力、そして役がついてやったらやったで下手くそだのなんだのもういっぱい言われますからね。そういうものにも負けずに、いつまでも自分だけは自信をいつまでも持ち続けていられる。そしてオーディションがあるときには、あ、この役どうもありがとう、私に与えてくれた役本当にどうもありがとうって思いながらオーディションを受けられるそういう能天気さ、そういうものが必要だと思います。気をつけなくちゃいけないことは、あの音というのをすごく注意するっていうことなんですよね。耳を澄ませて自分の立てる音とかね、そういうものをすごいこう気にしなくちゃいけないんですよ。例えばあの台本をめくるペラっていう音も本番に入っちゃいけないし、椅子立ち上がる時のギーっていう音もしちゃいけないし、あとそれからあの古いスタジオとかだと、あの床がへこんでるところでギコとか音がするとこもあるんですよね。そこをちゃんと分かってて、ここはこう回り込んで入るんだぞとか、あ、すいません、こういう音もねさせないようにしなくちゃいけないんですけれども、あのそれでもやっぱりあのところからまず出ちゃう音とかありますよね。今みたいにちょっとね不注意で出ちゃうっていうのはいけないんですけど、お腹がぐるぐるぐるとかなったりとかで、そういうのですごく焦っちゃったりしますけど、あの音には、すごい皆さん気をつけてますね。この仕事に入って一番感じたのは、健康第一だなっていうのをとてもよく分かりました。何の仕事でも同じだと思うんですけどね。でとにかく私はあの体そんなに強い方じゃなかったりとかしてたので、あのよく食べて、食べれる時食べて、お仕事忙しいと昼飯を食べれない時もある。そういう時には食べれる時間を見つけた時にはいっぱい食べておく、マイク前でお腹鳴らしたりしないようにとか、よく食べてよく眠る、あのちゃんとお休みの時には遊びに行ったりしないで、なるべく体を休めてあげようっていうのが
大切なんだなって分かりました。あとは何でしょうね、食うと寝ると遊ぶですか、お休みの日体を休めるのと、あとは自分が精神的にリラックスできるようにいろいろ工夫する。買い物が趣味だったら買い物行ってもいいし、なんか自分がリラックスできる方法をうまいこと見つけて、生活に取り入れていかないとちょっと大変かな。はい、ということで役者になるためにはまず何といっても健康が第一条件ですよね。では健康はどうしたらよいかということで悩んでいる方、まずはですね、私のようにジャパンアクションクラブに入ってみるのも一つの手かもしれませんね。で、朝起きたらマラソンをする、腹筋、背筋、腕立て伏せ、最低でもそうですね50回はしていただく。それでなおかつですね、ベッドの下にこうヌンチャクかなんか置いていただいて、それをこう振り回すことによって柔軟運動にもなりますし、それは冗談で、そうですね、なんといっても好奇心を持っていろんなことを頭で考えるよりは、行動に移して実践してみる、その中で、いろんなことを体験して学んで、辛いことも悲しいことも経験して、それでなんかいろんなことを培っていくことによって、役者としてのこう人間としての膨らみというか厚みが出るような気がしますので、絶対なれるという信念を持って自分の夢に向かって突き進んでいってほしいと思います。僕のワンポイントレッスンはですね、まず向上心を持つことっていうか、役者としてやっぱり今の現状を良しとせず、前向きにもどん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 新しいことをやりつつ頑張っていくっていうことが一つと、それからいい耳を持つ、これが結構僕は大事なことだと思うんですよ。自分のことを客観的に見られる耳っていうのを大事に持つことと、あとは良き理解者、パートナーというか、その人が厳しいこともいいことも言ってくれる、素直に言ってくれる人がいること、その人の意見をまたちゃんと聞けるような耳を持つこと、これが一番僕は大事だと思います。みんなハートときめいてるということで、今日はワンポイントレッスンということなんですけど、すごい素晴らしいアドバイスをもう先輩方がしてくださったので、私もメモっとこうかなと思いました。違いますね、私からは今までの経験で学んだものっていうのをちょっと皆さんにご紹介します。まず一つ目が緊張にいかに打ち勝つかということなんですけど、そうですね、ドキ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 しちゃって現場行くと頭真っ白になっちゃうんですよ。何この胸のときめきはっていう、これも違いますね。それくらいドキドキしちゃうんですね。だから自分でいかに平常心を保つかっていうことかなと思います。で、二つ目はそうですね、失敗をその場でくよくよ悩まないで、落ち込むこともあると思うんですけど、反省はしても決して落ち込まないで、それをプラスの方向に持っていけば次はきっといいことがあるさとさくらは信じています。そうですね、こんなこと言ってても私も未だにまだよくできないんで、皆さんもいい方法があったらさくらに教えてください。以上です。緑川くんって今年いくつになるの？うちゅー！誕生日！ありがとう！どうぞ！ありがとう！ごめんなさい！私も！あ、ゆかなちゃんありがとう！おめでとうございます！お誕生日おめでとう！どうもありがとう！座って座って座って、いやなんか久しぶりだね、林くん。久しぶりですね。お元気でしたか？うん、最近どんな仕事してるの？最近は歌うパイロット系をちょっとやったりして。パイロット。マクロス。マクロスセブンで。でもね、普段からなんだっけ、バンドとかもやってるんだよね。そうなんですよ。そうなの。ボーカル？バンドは。ボーカルとあとちょっとギターを。ちょこちょこっと。なんだかよくわかんないですけどね。人気あるんだよね、マクロスセブンって。マクロスセブンも本当に人気も上々。役だよね。なんか。ちょうど合ってるよ、ぴったりね。どっかこう一個ポーンって抜けてるところが、俺の歌を聴けとか黒人の役なの？どうしてそうなるの？プエルトリコのリコと呼ばれてそれって林くんの要望から言ってきた。ゆかなちゃんは
モルダイバーはじめ戦うキャピキャピ女の子っていうイメージが結構強いんだけど、ね、最近はウェディングピーチっていう、ウェディングピーチ戦うんですよ、変身して。私ごめんなさい、まだ見たことないんだけど、花嫁衣装を着て戦うの？ウェディングドレスです。すごい、それあのね、そうなんですけど、そこに寄ってくるだけじゃないですか。そうだ、そうだ。あ、でもウェディングドレスに一回変身するんですよ、うん、で変身して戦う時もあるし、うん、で二段変身してもう一回短いレオタード系の、あ、ウェディングドレスって言うんだよ。ウェディングドレスで3人揃って、おいしい。マジ、ね、番組の中で。そうそう、そうすると様子が変わるの。そう、面白いね。でも戦いづらくないのかな、最初の。あ、だからウェディングドレスはなんか愛の力を貯めるのにウェディングドレスになる。そうか、とりあえず見せてください。素の隠しバージョンとかいろんなの。ね、洋風です。みんな洋風で、そのかなりバージョンじゃない。なんかしずしずって、愛のパワーは溜まってそうですけど。日高さんと水谷さんは最近何、クリスとベティ。クリスとベティは最近どんなワークをしてるんですか？あのね、ベティはね、ベティって、日高さんと友達なんだけど、最近男の子の役が多いみたい。あ、そうなの、うん、ナディアからピーターパンナディアと来て、うん、来て、それであの赤ずきんちゃちゃのシーネちゃんやって、うん、でそれから今あの戸辺勇っていう、うん、なんか3チャンネルの番組でまたなんかちょっとこうポーッとこう抜けたような2枚目の男の子、男の子、うん、飛んでるんですか、うん、なんかやってるって言ってた。トンチョ飛んだ感じの、飛んだ感じ、うん。あ、クリスさん、水谷優子ちゃんと仲いいの？そうです。結構なんか、あの、ほんと性格のいい子でね。最近の仕事は、そうかな？あれ？でも、水谷優子ちゃんってうるさいよね。お黙りなんですって。やっぱり、あの、金切り声を上げてんのかな、今でも。いやいや、そうだ、普段はすっごいおとなしい子なんですよ。最近のキャラクターは？最近はね、やっぱり切れてるかな？あの、天地無用の見星とかね、うん、あの、割とちょっと、パーッとした、うんうんうん、役柄。で、あと、洋画なんかだと、ヨガやると結構頭いい役が多くて嬉しくてしょうがない。大丈夫大丈夫大丈夫。大丈夫。いいんだ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 。第二弾第二弾参ります。おいたするの。乾杯しよう。すごい。じゃあみんな乾杯しよう。じゃあ今日は私とクリスのバースデーパーティーに来てくれてどうもありがとう。ありがとう。これからも仲良くしてください。よろしくね。英語が堪能だったからこの業界に入ってきたんだよね、うん、カリマニさんの場合。なんか DJ やってて、そう、 DJ やっていて、スカウトされたんだよね。そう、かっこいいよね。そう、それで人にスカウト、うん、そうなん、うん、そうなんだ、うんうん、あんまりないね。その3日か4日ぐらい後に、うん、あのいきなり行けって言われたら、うるせえ奴らっていう。あ、でそこで生徒1とかってやって、オーディション、そう、あ、オーディションじゃ、もういきなり仕事、そう、いきなり、うん、で生徒の役やろうかっつって、うん、で走ってるところで、うん、こう足バタバタさせたら、うん、柴さんっていう監督がいるんですけど、うん、そんなに走ったら音が入っちゃうよとか、うん、全然僕分かんなくても、そうだったんだ、ね、でもすごい、そ、シンデレラボーイだよ ね、 ね、でも全然周り友達がいなくてね、でやっぱそこに最初はねえかな。そうそう、それでもうみんな年上の人ばっかりで、でその後すぐタッチっていう、あのアニメーションが入った時に、タッチといえばベティの友達、そう、ベティの友達の日高のり子ちゃん、うん、でお蕎麦屋さんに行ってすごいなんか寂しくって、で、あ、この人だったら絶対僕の友達になってるかもくれるかもしれないっつってね、で、のんちゃんずっといい友達でいてねとか、あのね、だからね、日高のり子ちゃんは、うん、なんかじゅんちゃんと二人でね、うどん屋さんに入ってカレーうどんすりながら、ずっといい友達でいてねって言われた時に、うん、これを愛の告白と取っていいのか本当に友達と取っていいのか一瞬迷ったみたいなんだけど、じゅんちゃんの笑顔を見てたら友達に違いない珍しいなってがっかりしたみたいだったよ。ゆかなちゃんはこの業界ではどんな友達、どんな人と仲いいの？浜野ゆりさん。テンポが似てる。似てる。そうですか、うん、ゆかなちゃんってすごく倍のテンポで生きているっていう、なんかゆったりとした、
そうですか。割と昔から、子供の時から割とそういう感じ。なんかね、トロイトロイって言われてて、すごく気にして急ぐんだけど、急ぐとなんか変になっちゃうから、うん、最近急がないことにしたの。自分のペースだよね。ペース早くてもトロい人もいるなっていうね。まあ、自分のこと言ってますけど。ちなみに、お友達ののりこさんも、ね、スカウトではなかったんですか？え、あ、デビューは。デビューは、うん、彼女はなんかね、アイドル歌手ですよね。じゃあアイドルになるのはスカウトじゃなかった。何照れてんの。アイドルって言ったらなんか今下に手言ってますね。アイドル歌手。あ、いや違うの、彼女はずっと劇団にいてね、芝居の勉強してたんだけど、双子のモンチッチってアニメーションがあったの知らない？で、白石冬美さんと半恵子さんが声やってらして、でその主題歌を歌う女の子を探してたんだって。でたまたま彼女のいた劇団に、そのレコード会社の人が探しに行って、で一番モンチッチに似てる子を選んだんだって。かわいい。まあ、それからデビューのきっかけになっちゃったみたいなんだけど。どういう歌なの？え？どういう歌なの？聞いたところによると、モンチッチモンチッチ二人はやんちゃなやんちっちっていう歌だったらしい。今乗り移ったようでしたね。知ってる。ね、ミキちゃんは？え、なに？ミキちゃんは昔からこういうお芝居とかやりたいなって思ってたの？いや、そうじゃなかったのかな。そうじゃなかったの。無駄事のように言ってる。動物学者フランシスだから。動物学者ね。動物学者とか、なんかそういういろいろ夢があったんじゃないかっていう。そう、あのね、夢はいろいろ、本当にもうコロ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 子供の頃って夢変わったでしょ。看護婦さんになりたいとか、パン屋さんになりたいとか。で、今でもパン屋さんになりたいっていう夢は捨ててないのね。焼いた香ばしい香りがね。で、私もね、純ちゃんじゃないんだけど、寂しがり屋なの。なんか笑いがね、そう、寂しがり屋なんだよな。落差がふっと一人になった時ガクってくるんだよね。柱の陰に入った途端に涙がほろりっていうね。それちょっと言い過ぎだと思うけどね。だからね、自分のところに人が来てくれることがすごくね、嬉しいの。今もそう、自分のお家にお友達が遊びに来てくれたり、お夕飯食べに来てくれたりするのがすごく好きで、でパン屋さんっていうのは今でもね、やりたい仕事なんだけれども、昔はでもね、アナウンサーになりたかったの。アナウンサーになってやっぱニュース読んだりとかしたかったの。そう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 、なんか真面目なアナウンサーになりたかったの。真面目なアナウンサー。ふざけた声優になっちゃったの。ひどい、私ふざけてないよ。ゆうこちゃんと一緒に、あなたのお友達のゆうこちゃんと一緒にしないでほしいな。あ、そっか、あれあれあれ、で、あ、で、気がついたら声優になってたんだよね。運命って不思議だよね。ね、ゆかなちゃんってさ、今いくつなの？20歳。なんでそんな年にこだわるの？ゆかなちゃんは現役の女子大生。え、女子大生なの？じゃあ今大学通いながら声優の仕事もしてる。でも最近あんまり通えないから通ってない。堀越学園みたいだね。女子大？それとも4年生？違います、4年生。かっこいい。かっこいい。何学科とか何を勉強してる？法学部。法学部？何ですか？知らなかった。あれですか、松田聖子とか、あ、それは法学の洋学と法学ですね。で、ゆかなちゃんはやっぱり弁護士になりたいとか食べてください。弁護士思ってた。あ、いい、こっ、思ってたの？弁護士になりたい。あのね、弁護士になろうと思ってた。思ってたんだ。本当。でも今の喋り方って、この人は悪くないの。絶対違うの。そう思うのね。なんか裁判所でね、言いそうな感じだったけど。新しいタイプ。人は殺しちゃったけど、本当はいい人なの。最近弁護士さんも結構ほら、テレビに出て、バラエティ出たりとかして。そうだね。どうして、どこに惹かれちゃったの、弁護士さんね。一人でやれるとこ、自分の意見で行動して、それが全部自分に返ってくるのにすごく憧れてて。じゃ、声優になってなかったらそっちの道進んでたかもしれないんだと思います。皆さんはどうですか？やらない。公立はまだやってますけど、資格を取るには2年間研修をしないといけないから。ね、いないと思うんだ、声優さんで弁護士の資格持ってる人って。絶対頑張った方がいいよ。かっちょいいよね。頑張って弁護士の資格も取ってくれば、なんか俺やばいことやった時に本部やよ。その時はもうズガーンと、この人本当に悪い人です。でも毎回聞きたかったんだけど、日高
坂のりこちゃんと林くんが一緒にお仕事した時って、はい、ちょっと不良っぽい役だったじゃない？そうですね、不良っぽい役でしたね。ねえ、はい、ね、なんとなく学生時代も割とバイクとか乗り回してなんかそういう風に見えるんだけど、実際のところはどうだった？そうですね、学生の頃ですか。ちょっと聞きたいな。いや、あのバイクはバンバン乗り回しはしなかったですけども、うん、喧嘩よくしましたね。やっぱだってね、喧嘩のシーンうまいもん。うらとかゆらとかなんか。いや、あのね、一回だけ本当にびっくりしちゃったのは、うん、夏休みあの僕ら軽音楽部って言ってあのバンド組んでたんですよ、学校で。うんうん、で夏休み練習してたんですね。そしたら教室に一人あのまあ呼びに来たあのやつがいて、こんなやつで、うん、でちょっと来いって言われて、ずらって10人ぐらいいて。うん、でしかもうちの学校のやつが3人しかいなくて、他は全然知らないやつばっかり。これはでも多勢に無勢じゃ喧嘩できないなと思って、まあしょうがない、とりあえずなんで呼ばれたのかっていうのが分からなくて、そしたら柔道の時間、体育の柔道の時間で僕が任したんですよ、その相手を。任しちゃったもんだから、うん、悔しくって仕返しに来た。逆恨みですね。それで10人も連れてきたの？いや、じゃないよ。誇らしくね。どうしたの？だから、このやろお前らごめんなさいって謝っちゃいました。声優ボイスマガジンビデオシリーズ It's 声優第2弾。居酒屋八尾ちゃん、お店は大忙しの巻。私、八尾和樹と歓迎さくらでお届けする、うん、トークバラエティショーと、とっても素敵なゲストはこちらから小安武人と富澤日恵、松井直子、矢島明子、深見ゴールデンエンジェルリカでお送りしました。皆さんぜひ見てくださいね。あ、10月21日発売です。はい、はい、バカ野郎。この野郎、10月21日だよ。声優の皆さんがあなただけに語るメモリアルコーナーです。声優になろうとしたきっかけを聞かせていただきました。僕がこの世界に入ったのはですね、なんだか知らないうちにふっと気がついたらマイクの前に立っていたんですね。っていうのは冗談で、初めはこういう世界に入るつもりはなかったんで、どっちかっていうと、まあ、今撮影してますけれども、その撮る側の人の方になりたかったんですね。ところが僕らの頃っていうのはあの映画界とかそういうものが非常に就職難でして、ありませんで、その時にたまたま伊丹十三さんという俳優さんが俳優でありながら監督をやって、うん、これだという非常に甘い考えで、劇団に入って俳優になりました。で、まあ、結局は映画監督にはならずにお芝居の方が面白くなって、続けているうちにまあいろいろなつながりでなんとなくこの世界に入っちゃったっていうのが、結構ヘロヘロした人生で申し訳ありません。声優になったきっかけっていうのは、小学校の確か6年生くらいの時だったと思うんですけど、宮崎駿監督の風の谷のナウシカをやってたんですよ。で、映画館で見てすごいそれに感動を覚えまして、それで役者になろうって決めました。で、その後、その時はまだ役者になろうって思っただけだったんですけど、その後中学校2年生くらいになって、友達に声が可愛いよねって言われて、それでじゃあ声優になるんだって決めたんです。小学校6年生の時に私とっても大好きな女の子がいたんですね。変な意味じゃなくって、親友としてすっごく大好きで、でその子が本を読むのがすごくうまかったんです。で、声もすごく綺麗で、それで小学校6年生のくせに習ったこともないような漢字もすごくいっぱい知ってて、それで、でその子には声優になりたいって言ってたんですね。それで私もなんかその子には言えなかったんですけど、なんかいつの間にか声優になりたいっていうふうに思ってて、ずーっと思ってて、それで今もずっと思ってます。声優になったきっかけっていうのをいつも聞かれるとすごく困ってしまうんですよ。演技がやりたかったっていうことだけなんで、そのジャンルにこだわったわけではないんですよ。ですからこのままもし声優をずっと続けてって、その中でああ私はこれこれこういうことがすごく嬉しく感じる、だから声優をやりたかったんだって後から理由付けできるような素晴らしいことがあればいいなと思ってます。僕自身高校の時に部活動で放送部に在籍してまして、その部活動の一環として
放送劇などをやっていまして、それが結構面白かったんですよ。そういうことでこういう、なんつうんですか、お芝居というか声の芝居で飯が食えればいいなという、まあ、結構安直な発想だったんですね。まあ、それ以前にも特にこういうことがしたい、ああいうことがしたいというのもなかったんで、まあ、結構安直に単純な動機といえば動機です。本当にもう人生行き当たりばったりの檜山の雰囲気でした。声優になりたいと思ったきっかけなんですけれども、それは宮崎駿さんの天空の城ラピュタという劇場用の映画を見てすごく感動したんですね。で、自分が感動したんで今度は感動させる側に回りたいと思ったんですよ。で、そんな風にちょうど思ってる時に偶然歯医者さんで青鬼プロダクションの電話番号を見つけて、いきなり養成所とかそういうことが全然わからなかったので、いきなりプロダクションに電話して、声優になりたいんですけどなんて相談してしまったのが始まりです。学生時代から演劇部が好きでした。そしてまた放送部が好きでした。それで私の進路はもうこれだっていうふうに自分で決めていたんですね。でも地方出身だったものですから、ちょっとすんなりとこちらに来るわけにはいかず、一度就職しました。看護婦をやっていたんですが、そこで命の限りっていうものにちょっと触れましてね、自分の可能性を試してみたいと思って養成所のドアを叩きました。それが始まりです。私は子供の頃から動物のようなものとか妖怪とかそういったものがすごく好きだったんですね。で、例えばウルトラマンでは怪獣にぜひ飼っていただきたいような、そういう怪獣を応援してしまうような子供だったんで、で、大きくなったらドリトル先生のように動物と話ができるようになりたいと本気で思っていました。で、この仕事はそういう動物とか命のないものに命を吹き込むことができるという夢がありますよね。それでこの仕事を今やっているという感じですね。まあ、昔からテレビが好きで、まあ、漫画、まあ、今ではアニメとかってジャンル分けされてますけども、僕たちの頃は漫画をずっと見てて、まあ、うち兄弟が多いっていうか、上に姉と下に妹がいまして、で、姉も結構アニメを見てたんですね。それでつられて僕も見るようになって、姉の方はアニメーターになって、まあ、今はやめてるんですけども、僕の方はその書く方は苦手なので、お芝居っていうか、その真似てみるのも面白いなと思ってやり始めたのがきっかけでした。はい、それで養成所に入って、今ではちゃんとお仕事をいただけるようになってますけども、最初の頃は本当にバイト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 仕事かなみたいな、その1週間に1本でも仕事があったら本当にいいななんて思ってる時がありましたけど、本当懐かしいですね、今となっては。私は昔から自分を幅広く表現する職業に就きたいっていうふうに思ってたんですね。で、中学校2年生くらいの時に友達に声優という職業があるっていうのを聞きまして、あ、そうか、声の職業なら、声ならどんなちっちゃい子供にもなれるし、おばあさんにもなれるし、人間以外のものにもなれるし、そういう幅広く自分を表現することができるなっていうふうに感じたのが最初ですね。それからいろんな分野に開けてる世界だと思うので、青鬼塾を受けたのがきっかけでした。私がこの道に入ったのは日曜日だけ養成所に行ったのがきっかけです。それまでは結構遊び感覚で行ってたんですけれども、行ってみたら本当に楽しくて、もう本当にこの仕事をやりたいなって思うようになりました。もしこのビデオを見て悩んでる方がいらっしゃいましたら、週に1回でもいいし、夏休みだけでもいいから、どんな世界なのかなっていうことを覗いてみたらいいんじゃないでしょうか。はい、僕がこの世界に進んだきっかけはですね、ずっと東京に出てきてから、舞台をやってたんです。舞台のお芝居をずっとやってて、で、本当にきっかけっていうか、それをたまたま録音監督の方がご覧になって仕事に呼んでくれたっていうのが、まあ、きっかけっちゃきっかけなんですけれどもね。だから本当にいろいろ勉強しようっていう子たちにはあんまり参考にならないきっかけかもしれませんけれども、これこれこうやってこうやんないとなれないっていうことはないと、ね、どんな方法でもあるんだよということで、頑張ってください。ところでさ、クリスとベティにせっかくうちのベーカリーからバースデーケーキを、ハッピーバースデークリスさんデリー、あ、書いてあるの、ありがとう。じゃあみんなで食べようね。家族
立てなくて。あのね、ろうそくさ、なんかろうそくだらけになっちゃうかもしれない。はい。いや、落ち着いて落ち着いて。あのほら、Simple is beautiful。なるほどね。ね。はい。いちごいくつある ?1,2,3,4,5 こだわる OK ですね。一人大丈夫よ、みきちゃん。よく妹と喧嘩したねえ、いちごの数ってね。貸してみ。あ、まあまあまあ、プロッチすごい。やってるのってチョコレートじゃなくてふんにゃんってなっちゃうんだね。じゃあこれをね、あ、ねえ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 、あ、さっきさ、はい、まだ緑川くんに聞いてないんだけど。あ、そう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 、俺聞きたいな。こういう話。ひかるちゃん聞かせてよ。疑ってる人大丈夫。いや、俺もね、その金丸さんが言ったみたいにね、あの誰だか名前忘れちゃったけど、好きな言葉で愛するということはちょっと微妙に違うかもしれないけど、見つめ合うことじゃなくて同じ方向を向く、そういう恋が素敵だなとは思ってるんだけれども、占いによると、あ、なんか言ってたわよね。そういえば占いによると、来年、来年だ、来年、来年に出会うはずなんですよ。なんかね、去年ね、その去年ね、なんかあの占い師見てもらったら2年後にね、もう今世紀最大の出会いがあるんだって。うわー、やったぜ、ひかるちゃん。ということは、それを逃してしまったらもうザーッと来ないってことですか。それまではね、いやでも結婚する年まで具体的に、でもさ、具体的にさ、なんていうの、タイプっていうのはあるでしょ。こういう人がいいなとか、こういう人は苦手だなとか。やっぱり林くんが言ってたみたいなね、そういう部分もあるけど、やっぱ清潔な人、やっぱり一番、1日3回ぐらいお風呂入る人。いや、そう、そういう異常な潔癖症じゃなくてね。あとゲームが好きな人。いや、それは別にただ認めてくれるぐらいで。僕のゲームを、緑川くんゲーム好きなんだってね。ゲームセンター。だからほら、横でさ、ゲームやってる時にずっとこう待っててくれるような人じゃないとね。なるほどね。ね、そういえばさ、緑川くん前さ、そのゲームセンターのなんかコンピューター占いのなんかお見合い登録かなんかみたいのに登録しなかったっけ。そう、なんかしたのよね。昔大勢で、じゃあ大勢で、はしかやってないっけ。うん、僕やってないよ。どうだっけか。いや、でみんなでやったら結局ね、行かないまんまになっちゃった。でも、でも誰か出たの、相手の女の人。うん、なんかね、太田くんとか見に行ったら、いつも入ってないから詐欺だとか。あ、でもなんかあれだよね、緑川くんってそのパッと見た感じのタイプでは、あのピアニストの西村ゆきえさんが好きだって。あ、そう、パッと見た感じ。でもね、僕にもそれ言ってたね。西村ゆきえさん、西村ゆきえさんっていう、あの101回目のプロポーズとかね、あのそういうのこうピアニストの人がいるんだけど、ああいう清楚な感じの人が好きなんだ。ビデオも買ったんだって。そう、え、じゃあ CD も持ってますよ。 CD も持ってて、ああいうタイプがやっぱりこう目のクリンとした感じの。いや、だから別にそういう人と付き合いたいっていうんじゃなくて、その人のすごいファン、本当にファンだから、あの握手してもらってサインしてもらって一緒に写真撮ってもらったら、もうそれでいいやって幸せっていう感じの。それでもうだからちゃんとわきまえて、本当にだからファンなんですよ。食べちゃった。今私ね、迷ってるのはミキちゃんに恋愛のこと聞こうかどうしよう。なんで、聞きたい聞きたい。僕も聞きたい。聞きたくない。タイプはマサイさんでいた。名前出しちゃっていいのかな、これ。私たちはいいけど。あの、カッキーさんっていう男の人がいるんですけどね、その男の人とね、まだ仕事を始めて間もない頃にある長尺の番組で一緒になって、で2日に分けての長尺だったから、2日目がね、1時くらいに終わっちゃったのね。でそれで2人で、あのたまたま帰りが同じような道だったから、こう2人で歩いてて、時間があるから映画でも見て帰ろうかっていうことになって、カラーパープルを見たの。そしてもうカラーパープルを見て、私はガンガン泣くし、隣でカッキーさんもってやっちゃって、もうグズグズの状態で、こう出てきたのね、映画館から。でその前からカッキーさんは、今日うちの近所のお風呂屋さんがオープンするって近所のお風呂屋さん、銭湯。そう、銭湯が、今日オープンなんだ、オープンなんだってすごく嬉しそうに言ってて、オープンの日だから何かくれるかもしれないってすごく嬉しそうに話してたから、私はもうすぐにでもお風呂屋さんに行きたいんだろうと思ってたのね。で私はそういうふうに思ってたから、あのマリオンで見たんだけども、マリオンからずっと下に降りてきて、カッキーさんが、それじゃあって言った時に、私はお疲れ様でしたって言って帰ってきてしまったの。でその後3年後か4年後くらいに話を聞いたら、やっぱりカッキーさんはね、その時にその後お茶を飲み、食事をし、
なんかうまくいけばこの後もお付き合いできたらいいなって思ってくれてたんだって。一緒に銭湯行きたかったって。それはまあとりあえず小さな石鹸カタカタになったみたいな。そうだからもう私はそれでね、銭湯に行ったの。私もそうだったの。ごめんね、落ちがなくて。行って欲しかったな、銭湯に。そうなの、だからそれほどなんか鈍感なのね。気がつかないのね。そうなんか似てるよね、似てるよね。うん、僕も本当はそうだったんだ。本当かな。ねえ、ほい、誕生日を迎えて、うん、クリスはものすごい構えてきました今ね。そうだね、クリスは、クリスは、そうだな、私はね、すごいかっちょいい人って怖いの。なんかどういう風に怖いの。なんかね、こう男の人でこう超モデル顔に近い顔だと見てて怖いの。うん、濃い顔の人が怖いってこと。なんかいや、決してそうではないんだけど、整いすぎてる顔の人ってなんかね、なんか見てると吸い込まれそうでね、うん、怖いの。だからね、ほのぼのした作りの人が好きなの。なるほど、ほのぼのしたね。そうで、だ一瞬なんかぼーっとしてそうなんだけど、だからまあ一箇所ピリッとしたとこ、あ、こんな面があるんだっていうところを持ち合わせて言いながら、普段はぼーっとした三年寝太郎みたいな人が好き。だからほわってした感じの人が好き。そうもうほのぼの、でも目なんかこんな離れてる人が大好き。なんかそうするとこう、なんか自分がなんお和ませてきてるような、なんかもう、あ、この人の顔見てるだけで今日は休日なんだなっていう。かわいいな。見てるだけで落ち着くっていうのはね。でも、ペティは？え？私私はでも私もね、美形の人ダメなの。あ、やっぱり、うん、双子ね。あのね、でもね、美形の人は吸い込まれそうで怖いとかって言うんじゃなくて、美形の人だと捨てられそうで怖い。あ、でもさ、それってさ、あの、男から見る女の人もそうだ。だから、あんまりも美しすぎると、なんか、すごいやっぱ、ある意味でこう、なんか怖い。だから僕なんかも、なんか日高さんそう思ったみたいに、僕なんかやっぱテレビで日高さんのタッチとか見てるから、なんか怖い人だったらどうしようとかね。シュートやった時とか ね、あ、すごい優しい方でね。そう、やっぱり元アイドルをやっていたっていうことがもしかして怖い人かもしれないっていう、なんか少女漫画の読みすぎかもしれないんだけど、もう全然違いますもんね。やっぱ最初もそう、どうしてもそう思っちゃいますよね。ドキドキね。最初ね、最初でスタジオで初めてね、お友達のそののんちゃんに会った時に、なんかあ、この人絶対なんかこうふわっとなんかいいもの持ってるっていうか、こう、あ、引き込まれそうなものを持ってるとかって、それでなんかしどろもどおくになっちゃってね、いきなりなんか友達でいてください。またその話か。またそこか。またそれか。それ以上なんか近寄れないような感じがあったんだよね、きっと。ね、この仕事に入って、先輩にガツンって怒られた経験ってある？あるんだ、林くん。はい、林くんから。実はですね、某カセット文庫を撮ってまして、はい、でナレーションが入ってから僕の第一声のセリフがあったんです。で、キューが来ますよね、もう僕は自分の頭に自分の第一声しかないわけですよ。なんとかかんとかって言った瞬間にダメダメってディレクターに怒られて、で、なんでだろうと思ったら振ってみたら N って書いたんですよ。ナレーション飛ばしちゃった。ナレーションやってる方、大御所の方で、で、後でどうもすいませんって謝りに行ったんですよ。そしたら俺怒られると思ったんですよ。そしたら、いいのいいの、役者はね、自分のことだけ考えてればいいの。俺、怒られたんだかフォローされたんだか分からなくて、どうしたらいいかよく分からなかったんだけど、でも今考えたらそれはやっぱり最大の、アドバイスだったと思うし、最大の優しさだったし、だから今でもその方はもうすごく尊敬してますよ。ゆかなちゃんはまだ入ったね、間もないと思うんだけど、どう？この業界って。私はなんかつい引いちゃうんですよ、やっぱり。なんか他の方たちがなんかやってるとなんか引いちゃうたちで、もともとで、マイクを1本3人で使ったりとかするじゃないですか。それでマイクにどうしても入れなくって、途中で入れなくってすぐどいちゃって逃げ腰になっちゃってて、でそれをなんかある日、その一瞬だけは先輩も後輩もなくて、お前の世界なんだからって言っ
ドーンと言っちゃっていいんだよって突き飛ばしちゃってもいいんだから、うん、そうだから突き飛ばしても後で謝ればいいんだから、うん、僕も叱られたっていうことよりもなんかやっぱさっきの林くんみたいに、うん、あのすごい先輩が僕よりも先輩をすごく叱っていてそれがすごくなんか僕たちのドーンときたっていう例えばあのガヤっていう時に、うんうんうん、あのもう自分の持ち役がないからあとガヤがちゃんと残っていたので帰ろうとした時にまあそれはないだろうってコンコンとその人を怒っていた時にその僕もなんか帰ってもいいもんかなと思って足がクッてこう止まって、うんうんうん、あそうか、なんかガヤがある時はちゃんとみんな残って、うん、主役もなのにちゃんと残ってやってくんなっていうのがすごい勉強になったしね、うん、だから本当になんていうの体育会系のノリだよねあの見てる方が文化系なんだけれども、うん、アニメーションを僕らのやってる役者さんってほとんど体育会系の縦横がしっかりしていて、うん、だからそういう体育会系のノリであのきちんとやるっていうところがすごく気持ちよかったしなんか良、うん、かったなと、うんうん、でも本当にいい先輩いっぱいいるもんねいろいろ、うんそういうの知っててなんかちゃんと怒ったんだと思うんだけどね僕たちにもっていうことでね、うんうん、やっぱりなんか一生やっていきたいってすごい思っちゃうんだよ ねこの仕事って、うんうん、なんかさ、うん、ちょっと場所変えてもっとこうバーッと盛り上がりながらもっと深く、ね、深く、ね、場所って見よか朝語り合わない？いつものあそこあそこよ、もちろんこの手はこの手はね、あのね、私たちのマイマイクが置いてあるところでそうなんですよ、マイマイクマイマイクカッと歌いながらクリスとベティのツバだらけ幸せじゃない、だってね歌いに行かないじゃあ、せっかくだからね行きましょう、じゃあその前にあ、そうだ、そうだ、そうだあの、このビデオをご覧の皆さんにねあの、お知らせなんですけれどもこのビデオを見た感想とかそれからご希望とかですね、うん、ご要望それからこんなゲストに出てもらいたいなとか、うんうん、そういうご意見などがありましたらおはがきでこちらの宛先までご応募くださいお待ちしてます。はいそれでですねそのおはがきをいただいた方の中から抽選で10名の方に今日出演してくださいました皆さんの寄せ書き、うん、サイン色紙じゃんこちらをプレゼントしたいと思います。はいぜひだんだん送ってくださいまし。それではあの私たちあの自分が行ったんですけど急遽二次会の方に行くことになりましたじゃあまたどこかにお会いしましょう、はい、さようなら。私はですね、ファンクラブ主催のイベントで多分全国を飛び回っている頃だと思うんですけれども、近辺に伺った時には皆さんぜひ遊びに来てください。それとなんと今年の12月1日で私はデビュー15周年を迎えてしまいます、その頃にはですねまた企画して何か記念に残るものを出したいなと思っているんですね。ぜひ皆さんその時にはよろしくお願いします。結構僕ね作曲も作詞もするんですよ。それでね94年から出してるインスパイアードカラーズというアルバムが大好評で今でもロングランを続けているという、よかったら聞いてみてください。あとねエッセイも執筆するんですが95年の頭ぐらいに出るのかな、ラジオにそれからアフレコに音楽にエッセイに頑張っています。小さいお子さんに今とっても人気があるらしいフルハウスという番組はご存知でしょうか。足の臭い女の子をやっていますキミちゃんってすごくユニークな女の子なんですがとても子供たちが可愛くて、皆さんに見ていただきたい番組です。 NHK でやっています。それからマジックナイトレイヤーズではちょっと影の役をやったりして、意味深な女の子をやっています。これからもどうぞ応援してください。
まず俳優として、声優として、でその俳優声優があった上で音楽活動を続けていきたいという、林の、願望があります。レコードもドライブというタイトルで出させてもらいました。これからもどんどん、ライブとかですね、またレコーディングもどんどんしていきたいな、歌も歌っていきたいなと思ってます。もちろん俳優として第一に頑張ることは前提です。よろしくお願いします。宣伝コーナーということでさせていただきます。私はですね、まあ、ひょんなことから、小説を書き始めまして、声優シンデレラという声優に憧れている女の子ゆかちゃんという主人公が一生懸命頑張っていくお話なんですけれども、その声優シンデレラシリーズ、3巻にわたって書いてるんですが、その3巻目完結編、声優シンデレラ完結編がですね、今年の6月に発売されております。集英社コバルトビンキーから出ております。ぜひぜひ、あの声優に興味のあるあなた、読んでいただきたいと思います。それからですね、7月、久々の、アルバムなんですけれども、アカペラアルバムというちょっと企画アルバムなんですけれども、サラサラというタイトルで発売されておりますので、よろしかったらぜひ聴いてみてください。それからもう一つ、今年の8月なんですけれども、なんと初のエッセイ本が、メディアワークスの、主婦の友社から発売されることが決定いたしました。結構ね、笑って、なんだこいつ水谷ってこんなやつ、ヘラヘラって読んでいただけるような本に仕上がってるかと思いますので、ぜひ読んでください。よろしくお願いします。日本コロンビア声優ボイスマガジンビデオシリーズ It's 声優第3巻、私立銭湯アニメ学園大学声優クラブ新人歓迎会の巻、部長の私松本康則と副部長の山口勝平でお送りいたします。とっても楽しいトークショー番組バラエティーです。出演は小野彩子です。中山真奈美です。竹野内美奈子です。石川ひろみです。田岡純です。鈴木真理子です。大本真知子です。豊島真知子です。沖合亮太郎です。檜山信之です。声優を志しているあなた、この声優クラブ新人歓迎会を見ると非常に役に立つかも。なんてことは全然ありませんけれども、とにかく楽しく出来上がってますんで、ぜひ皆さん見てください。12月21日発売です。よろしくね。東京デザイナー学院と東京ビジュアルアーツの学校案内ビデオをご希望の方に漏れなく差し上げます。完成ハガキにお名前、ご住所、電話番号、年齢、性別、現在通われている学校名と学年、興味のある学科名を記入して、郵便番号101、東京都千代田区神田駿河台 2-11、 東京デザイナー学院東京ビジュアルアーツ It's Say You 学校案内ビデオ係までお送りください。負けないで、負けないで、思い出してほしい。君のこと見守ってる。ため息が眠らない、寂しさ